皆さんこんにちは。アカペソ先生です。とうとうちにも来ました。架空請求というものがですね。えー、私は母と同居しているんですが、私の、あ私宛てではなく母宛てにハガキが届いたんですよ。こういう感じでね。まあ、ちょっと名前とかは消してますけど、宛名がない、宛名がないじゃない、差出人がないハガキが届いて、まあ、板橋から来てるのね。で 情報保護シールっていうのが貼ってあったんですよ。まあこれうさんくせえなと思ってね、えー、見てもらったら、まあ、も,うもろね、架空請求ですよ。はい。何を言ってんだっていう感じですけどね。総合消費料金未納分訴訟最終通知書。管理番号す423。この度あなたの未納されました総合消費料金について、 契約会社および運営会社から訴状申し出されたことを本庄にて報告いたします。ってね、何ですかっていう話です総合消費料金っていうのがそもそもなんだよっていう話なんですよ。ね未納があったらその会社からまず来るんだろうっていう話ですよ、えー。下記に設けられた裁判取り下げ最終期日までにご連絡なき場合、管轄裁判所から裁判にてを決定する呼び出し帳が発行され、 記載技術に指定の裁判所へ出庭となります。なお裁判を欠席されると相手方の言い分通りの判決が出され執行官立ち会いのもとあなたの給料財産の差し押さえ等の恐れがございますのでご十分ご注意くださいと、まあ、そもそも働いてないからねもううや <laughs> 給料とかないしね財産もないんじゃないか えー、まあそんなことはどうでもいいですけれども、えー、民事訴訟及び裁判取り下げ等のご相談に関しましては、当センターに打って承っておりますので、下記窓口へお問い合わせください。なお、個人情報保護のため、ご本人様からご連絡いただきますようお願い申し上げます。ここら辺がね、だから、えー、そういう心配させて、あこれじゃあお金あの、自分の財産がなくなるみたいな感じの段階で、下の問い合わせをさせて、そこから、 お金を振り込ませるというかプリベートカードを買って送らせるっていう手法らしいですで取り下げ最終期日平成30年2月16日これようて手が混んでるなと思うのが現在この動画撮ってるのがですね2月15日なんですよもう明日なんですよねあ、もう明日じゃんみたいなことになるから慌てて連絡するようなことをさせようとしてるんじゃないかなと思うんですよはこれ出したのいつだろうな 2, 2月14日か2日も結構頑張ってんなこれ出した人もねと思うんですよねこれシール貼るのも人力だろうからね印刷してシール貼って印刷郵便局に投函してっていうのをね頑張ってるなと思いますねえ以前はねこういう個人情報保護シールみたいなこう情報保護シール貼ってなかったんですけどねこういうのがもうすぐねあの詐欺だってわかるからこういう手法で来たんだと思うんですよ で何なんだっていうのがやっぱ民事訴訟管理センターっていうのですけれどもまあ消費相談窓口何んんとも言えないなこれえすげえねこういうのに突撃するような人はね電話するんかもしれんけどねわざわざこういうとこに電話しなくてもいいように私はこの動画では今回消費生活センターの電話番号を入れてますのでこういうハガキが届いた時は消費生活センターに電話してくださいということで今回は 架空請求詐欺のはがきが届いたぞという動画でした。皆さんも騙されないように気をつけてくださいね。それではまた。